北原さやかのこれが北原 This is 北原。パチ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 。はい、北原ではない、皆さん北原、北原さやかです。と、あ、私の言葉一つもないんだ。あ、ないないない、こんな台本あんの。ノルトすぎるって一番しかないよ。ゲストのセリフ一つもなかった。はい、ひいきたはらの皆さん、きたはろー、ひいきたはらの雪村えりです。よろしくお願いします。ありがとう、遊びに来てくれた。遊びに来ました。去年の5月のイベントぶり以来かも。そんなに時間経ったん、うん、そうかも。一緒にいすぎてよく覚えてないね。本当にね。あー、いつ来た？トゲ。10月に来た。そう、こっちに来てもらうのはそれくらい久しぶりだったのか。なるほどね。そういうことだわ。なるほどね。理解。久しぶりです。久しぶりです。よろしくお願いします。あとね、早々なんですけれども、うん、前回12月の配信の時にキタシックスやったじゃないですか。皆さん覚えてます？キタシックスっていうのをね、実はやったんですけど、うん、まあロト6みたいな感じのやつね。でそれでお一人だけね、ビンゴで当選された方がいらっしゃいまして、そう、わかめさんですけれども。天才くん、ご連絡お待ちしております。住所を送ってくださったら、こちらのですね、どうぞ、作っていただきました川のステッカーです。かわいい。これめっちゃ可愛くない？可愛い。可愛いよね。可愛い。これめっちゃ可愛い。いいわこれは。この、うん、カバーステッカーを送らせていただきます。これちょっとね、全部じゃなくて、ちょっと私と、うん、エリも欲しい？もちろんもちろん。私とエリとユウさんと半分こみたいな感じになっちゃうので、届いた時には、あ、意外とちっちゃいみたいな感じになっちゃうかもしれないんですけど、すいません。ありがとうございます。わかめさん、届きますように。あ、送りますって書いてあった、コメントで。あ、よかった。ありがとう。わけわかめさん。そうそうそう。いいなー、ネーミングセンス。うん、あとね、はい、私の、はい、に関してなんですけど、次回作、あ、次回作、そうなんです、うんうん、次回作と言い続けて、うんうんうん、もう何ヶ月何年経っちゃったんだろうって感じなんですけど、うん、ようやっと新しいペンを買いました。書いてね、一つも進んでない、進んでるように見えて。本当に、あ、なるほどね。ここに来るためにね、胸が痛いの、うん、あー、キューで出来上がってないのレベルじゃない。いや、忙しいから忙しいよ、だって。いや書いてる暇ないじゃん。でもさ、めっちゃ合ってるじゃん、うん、何回数をさ。なんで、あるのは大事でしょ。なんで、なんで、ね、みんなのために会う機会減らすってこと。やだやだ、帰れやだやだやだ。じゃあ私も一緒に考える。私も会ってる時に一緒に考えるから、うん、そしたらいいじゃん、うん、じゃあ皆さんのためにもなる。あ、確かに合うよ。合うけど、みんな私も考えます。分かった、そうしよう。じゃあエリと私の合作みたいな、うん、そうなんかさ、犬 VS 猫って台本に書いてあるんだけどさ、私戦わせる気全くないから。そうなの。そうなんかいつからかなんか VS みたいな感じになっちゃったみたいなんだけど、うん、そう犬と猫は戦う必要がないから、うん、そう、お互いね、何々派ってあるかもしれないですけど、もうどっちを好きだっていいじゃない。確かに、もう素敵。そう、私は平和な平和のね、人でいますから、うん、すごいそうなんですよ。さすがです。なので犬と猫を、うん、ああ、描かなきゃね。大丈夫だよ、一緒に遊んでる時にさ、うん、描こう、なんか紙持ってって画用紙で描こうよ。画用紙で、うん、新しいペン、あれだよ、 iPad のペン買った。ごめん、そうかデジタルか。そうかデジタルのペン買っちゃった。まだアナログだったから。絵描くといえば画用紙になんかね、自由帳なのかと思ったけど、確かに、ね、うん、そうなんですよ、うんうん、ということで、番組の説明していきます、はい、前半は全員参加の1次会ですが、後半は会費を募っての2時間放送です、うん、今日は会費の他にお年玉を現金書き留めしてください。嬉しい。番組タグはこれが北原です。前半のみ YouTube からも放送しています。それとロケ動画が今日から販売
始まっております。おー、そうなの、8時から、ちょうど8時から販売開始みたいです。はい、うんうん、ロワンゴ JP ストアにて会員限定価格4200円、かっこ税別で今仕方、そう8時から販売開始で、8ファイルで 8.5 ギガなので、あの結構なボリューミーな感じなので、すごいね。そう、 Wi-Fi 環境で落とした方が、あの容量的にもみんな嬉しいかもよっていう感じです。はい、8ファイルだってたくさんあるね。ね、結構だってなんか長いこと言ったんだっけ、長いこと1日半くらいかな、ね、自体はすごいなんか、うん、大噂はかねがねって感じだったから。そうなの、もうずっと回しっぱだった1日、うん、もうすべて、もう私たちのすべてを、あ、すごいじゃん。そうだ、見れるんだ。そう、うわ、ありとあらゆる、あ、まあ、でも実際はね、めちゃくちゃ面白く作ってくれてたから、うん、本当にちゃんと使えるところしか使ってくださってないけど、うん、でももう撮ってる時はありとあらゆる姿だったわけ。何、気になるねそれ。そ、バスに乗り込む私たちとか、バスを降りる私たちとか。いらなくなる。そうでしょ。確かに確かに。そうそうそう。なるほどね。もしかしたらね、いつかは出るかもしれない。バスを登る私たちと、私たち、うん、降りる私たち、いいね、坂道をなんかちょっとふらつきながら歩く私たちとか、もしかしたらね。なかなか見る機会ないもんね。うんうんうん、みんなも到着しましたーみたいな。そうそうそう。本当にいらないだろうっていう新州だけをいいね、集めて渡したいね。もういいね、どうせ私はくだらない話ばっかしてるからそうそうそう、そこもさ、抜粋してもらって、そうそうそう、ね、めっちゃいいじゃん、ね、むしろそういう方がね、うん、そういう方が需要あるんだ沖縄そうそうそう、失礼すぎる、失礼すぎる申し訳ない。そうそうそう、うん、ねえ、あのさ、ちょっと話戻っちゃうんだけどさ、はい、お年玉ってさ、いくつまでもらってた、うん、うわー、なんかでもね、高校、うんうん、まで、結構もらってたのよ。だいぶもらってた。お小遣い制とかがそんななかったからかな。お小遣い制じゃなかったの？ってか、なんかお小遣い、お小遣い制ではあった、ごめん嘘なんだけど、そう、お小遣い制だったんだけど、うん、なんか世の中の人の平均お小遣いが私わかんないから言えないんだけど。わかんない、私も。でも私の高校の同級生は月に5000円くらいもらったの。うん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 、私は千何百円でやりくりしてたの。やりくりしてきてたの？してきてたの。すごい。だからまあ友達少なかったおかげで、あの出かける数が少ないから、数が少ないから全然大丈夫だったんだけど、うん、でもなんかみんなさ、やっぱ出かける場所とかさ、うんうん、サイゼどころじゃない人とかってやっぱいるじゃない。もうね、なんかそう、高校生だと外食がね、しんどいみたいな、ね、そうそうそう、なっちゃうから、うんうん、そのお年玉とかでなんとか、うんうん、まあ、でもお年玉も頑張って貯めたりとかして、えらーい、やってたからかもしれない、もらえてたのは。えらーい、そうでもないよいやいやいや、もう私は欲しい、ま、なんか、うん、わかんない、月に、うん、でも2000円くらいだったかな、でも高校生の時とかに、うん、なんか遊びに行きたいって言ってもらえる額が2000円くらいだった、うん、だからトータルしたら実際分かんないけど、うん、でもまあもう大体それくらいだったかなって感じ、うん、懐かしいね。でもそう、なんかね、今年あのお年玉を自分であげたいと思って、そう、私か私に、あ、かわいい、いいね、そう、めっちゃご褒美ってやつだ。そう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 、なんか、しんどくなったりとかさ、なんか落ち込んだりした時とかにさ、うん、なんかお年玉があったらさ、うん、なんか回復アイテムみたいだなと思って、うわ、そう、あげてみよう自分にと思って、うん、いいねいいね、そう、1万円お母さんにさ、うん、ちょうだいって言って、おなるほどね、自分じゃないじゃんもうそれ相手からなんよ相手からのお年玉になっちゃうね。そっか、普通のお年玉じゃんそれ、そうそう、普通のお年玉じゃん、気づくの遅どういうことどういうことびっくりびっくり、ほんとじゃん、うん、なんかそのあげるときに私の、うんうん、あの私から私へっていう、うん、そうあげ方だから、うん、あの自分お年玉って感じだったんだけど、お母さんの1万円だったらお母さんからのお年玉ってことか、お年玉だね、怖いかも。いや、いいじゃんいいじゃん、別に今からでもお年玉作れるよ。確かに私がママに1万円あげたらいいってことだよね。
そしたら、そしたらプラマイゼロだけど、ね、いいじゃない、別にもらったんだったらもうそのまま、今年はもうただもらえてラッキーだなって思っていいと思うし、なんかお年玉っていう意味じゃなくてもさ、ご褒美的なのってやっぱ皆さんとか分かんないけど、作ってらっしゃる方もいらっしゃると思うから、作りたいというか、もうなんか HP なくなっちゃったなって時に、なんかへそくりみたいな、なんかどっかいつもお財布に入れてるお札を違う場所に入れといて、そこから取り出すみたいな。確かに、タンス貯金みたいなやつ。そうそうそう、いいね。そうしよう、そうしよう。わー、いいですね。やっぱお正月ってなんかいいよね、イベントいっぱいあってね。ね、やっぱね、これ毎回毎回案外ありがたいことにさ、日本だか世界中にはさ、いろんなイベントあるからさ、2月にもあるじゃん、イベント、絵本向き。あー、2月のね、そう、バレンタインとか。おー、確かに、結構そう考えてみればいろんなのあるよ。確かに楽しめるよ。本当だね。私のバレンタインの交換する。え、いいね、楽しそう。どう、え、作るの、それはどこか期待だと思う。でもさ、でもさ、フレンチトースト作るって言ってフレンチトーストを14日に作る。そう、14日に作る。それぞれ分かった、はい、どうぞあげよう。そうしよう。うちはフレンチトーストを作ろうっていう計画を立てていて。そうなんです。懐かしいわ、はい、その話した。何の話だよ、ね、急に身内トーク始まってね、びっくりしちゃったよね。すいません。あー、嬉しかった。じゃあちょっとね、メール読みますね。はい、北原ネーム、ベベベ、あ、ごめんね、ベベベベニトビさんからいただきました。ありがとうございます。ごめんね、北原さん、雪村さん、北ハロー、北ハロー。先日いろんなイベントで本当にお疲れ様でした。以前デジタルアートとスタジオアートを少し勉強したから、先月の休みの日にデジタルのニューイヤーカードをデザインしてみました。テーマはお正月に縁起がいいものです。そしてカバーは竜の形のマントを着ている様子を描きました。最強の動物と伝説の生き物を組み合わせることはとてもパワフルなイメージだと思います。サヤネとカモメが富士山で川を見守る様子も描いてみました。新年が始まってから少し時間が経ってしまいましたが、今年も皆さんが健康で過ごせますように。これからも皆さんの活躍を楽しみにしています。どんどん出てきた。母体験かのように。だんだん浮き出てきた、近づいてきた。これすごい可愛くないですか。可愛い。これね、よく見るとそう、そう、うん、右側にね、よく見て、そう、私と、あの、でで、ミカコもいまーす。ミカさん。そう、上にはね、本物のタカもいます。うん。そう。本物のタカ。どういうこと、どういうこと。ミカコはカモメないよ。別に偽物のタカとかそういうわけではない。違うよ。一富士二タカ三のすびだから、カバはタカを、違う、なんだかあれ。は？ん？ナスビどこ？え、ここあの尻尾のところにあるよ。え、あー、すごい、ナスビ。そう、それで、どんどん消えてっちゃった。消えてっちゃった。あ、体験可能。バイバイ、ありがとうございます、ね。ありがとうございます。めっちゃかっこいい。うん、ね、縁起がいいものですね。本当ですね。これ待ち受けにしちゃおうかな。本当ね。縁起いいしね。めっちゃいいよね。ありがとうございます。はーい。あー、ということで。うん、はい。近況のメールにしようかな。どうのメールにしようかな。どうのメールにするんだい。ない。そうだね。いつテーマメールにしようかな。今回はね、ご縁のメール。はい。いい、きたあらネーム。あ、ちょっと待って、これ後にして。よし。あ、待ってって。まだらしいですよ。もうちょっと待っててくださいね。一生懸命選んでるからね。一生懸命選んでるから。そう。後で紹介してくれるって。よかったね。後で紹介するってことはね、楽しみ。ごめんね、お待たせしました。ふつおた。ごめんね、ふつおたに戻っちゃうんだけど。ひきたはらネーム、りんぽんさんからいただきました。いつものことなんで。ありがとう。みんなはさすがだね。おもろ。みんなに支えてもらって、はい、北原さん、雪村さん、北原の皆さん、北原、北原、北原、雪
村さんゲスト会は去年5月のリアルイベント昼の部以来本放送だと、おととし10月のシャープ21ハロウィン会以来になりますね。結構久しぶりなのですが、久しぶりな感じがしないのはなんででしょうかね。そういえば北原さん、雪村さんの誕生日のお話後で送れねって直目で書いてましたけど、そこから何の音沙汰もありません。早急にサヤリセームを補充させてください。何でもしますから、うん、PS 先日のライブお疲れ様でした。熱い熱いステージパフォーマンス最高でした。3月のライブも楽しみにしております。ありがとうございます。リンポンさん、ありがとう。そう、すっかりこのメールをいただくまで忘れておりました。PM、 そうなのよ誕生日、うん、あ、エリの誕生日の話ね、うん、そうだった。エリの誕生日は、うん、あれだよね、2人で料理食べに行ったんだよね、ご飯、うん、ご飯食べに行って、うん、何しとまあでも言うて何もしてないけど、してない、何もしてないけど、いろいろ、ま、周りに回って、場所は言っていいのこれ、いいよね、過去だからね、うん、新大久保行ってきて、うん、であの美味しい料理屋さんあるんだよっていうのさや結構詳しいから、それ聞いて食べて、でさやが食べ歩きしたいって食べた後に言ってきてそうだったっけ、そっか、そうそう、あ、そっか、そうだねって、じゃ食べ歩きしたいんだったらこんな食べなきゃよかったねって言ってそのまま出て、結局でもそのおでんとか食べたりとか、私もそのなんかぐるんぐるんしてるなんか、大阪ポテト、新大阪、新大久保、新大久保ってね、うん、いろんなポテト、違う、いろんなポテト、いろんな一つのポテトが長く、いろんなポ、うん、いろんな、めっちゃいろんなポテト好きや、いろいろあったじゃん、なんか美味しそうなのいろいろあって、うん、なんか楽しいねって言って、そう。何食べる次って言って、で結局なんかゲーセン入って、あ、なんか UFO キャッチャーあるじゃんって言って、ただひたすらに UFO キャッチャーを楽しんで、 UFO キャッチャーしたっけ、したよ、あ、違うよ、恐竜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 のさ、うん、なんだっけ、うん、シューティングゲームがあって、うんうんうん、で、あのコースの一つ目から全部やってったんだよね、うん、そうそう、めっちゃめっちゃ課金させられるんだよね、なんか片方が終わっちゃったりするのよ、終わっちゃう、だからバタンキュー、そう、バタンキューしてる間にこっちはまだ HP 残ってるから一人でやるんだけど、二人用だからなかなかうまくいかなくて、そうそうそう、もう、あ、ちょっと待って、今行くからみたいな感じになって、そうそうそう、だから、はい、お金を入れたらもう一回生き返れるの、そうそうそう、あのシステムずるい、そう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 、だからもう待ってて待ってて、了解してくれる、了解してくれるからとか言って、さや早く早くとか言って、そう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 なのよ、懐かしいわ、だからもう最終ステージまで行ったよね、して行った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 、ね、そうそうそう、懐かしい、楽しかった、やばいやばいやばいとか言って私上から行くねとか、エリミニから行ってとか、そうや、なんか謎のアイテム取り出すのなくてめっちゃビームしてみたいな、なんか木箱に入ったさ水色のビームみたいなやつを、そうそうそう、めっちゃ強かったさや懐かしいわ、ね、あれ楽しかったね、うん、はい、わあれやりたいわ、そう、私もさ、うん、結局直目でささやと一緒に遊んだこととか写真撮ったじゃん、さや、うん、の誕生日に撮った写真とさ、うんうん、私が誕生日の時に撮った写真あるのに、うんうん、一つも送ってないから、これを見てやっと思い出したから、ね、ちょっといずれ送りたいと思います、ね、はい、いずれになるかもしれないですけど、すいません、はい、すいません、はい、すいませんでしたという話でした、はい、ありがとうございます、うん、ということでテーマメールに行こうかな、はい、ひ北原ネームかなたさんからいただきました、ありがとうございます。さやね、えりち、こんばんは、こんばんは、こんばんは、この前の土日にお二人が出演されているライブを見に行くために東京に行ったのですが、うん、空港で4年ぶりの高校の友人と再会しました。え、空港で、うん、空港で4年ぶりの高校の友達すごすぎない、すごすぎない、ね、高校卒業してからも年に1回くらい会っていたのですが、うん、コロナになってからはたまに連絡を取るだけになってしまいました、うん、空港に着いたと X に投稿したところ、俺も今空港に着いたから会わないと言われてすごいびっくりしました。お互い北海道の違う空港からほぼ同じタイミングで
羽田に着くというミラクルが起きました。もう会わないだろうなと思っていたところミラクルを起こしたので、これも縁だなと思いました。あ、これは縁以外の何者でもないね。ねえ、なんかこれは会おうと約束してたわけじゃないけど、うん、今日空港に着いたよってことを連絡して、でも空港に着いたって投稿した X か。そう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 、ごめん、なるほどね、うんうん、すげー、すごー。え、でもうちらもさ、あったよね、なんかあった、今閉めるって言ったらさ、あったあった。でも2人がたまたま渋谷で、うん、違うよ、え、私そうやったゆきだよ、違う違う違う、誰が、え、あの私今いるけど、うん、2人どこみたいな、うん、そうそう言って渋谷だったでしょ。あ、そう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 。で、ゆきも渋谷にいたんだ。ゆきも渋谷にいて、そうそうそう、私は新宿にいたんよ。そうだ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 。そうで、みたいな。あ、着くけど、行けるけどとか言って。そう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 。もうなんかゆきのマネージャーさんいたのに、そう、たまたま会いましたとか言って、ドヤ顔で挨拶しに行って。そう、ゆきのマネージャーさん、ゆきはゆきのマネージャーさんと待ち合わせをしてて、うん、してたしてた、でうちらで、ね、マネージャーさんのところ行こうよって。おはようございます巻き込みね、本当にね、懐かしいわ、ね、ご飯食べてって。結構ね、案外そうやって言えば案外近くにいたりとかさ、なんか今日休みみたいな、今日暇ですか、はい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 、はい、暇です、今私は新宿にいます、向かいます、向かいます、そうそうそうって言って、案外そうそうそう、たい、なんか無理かなって思って諦めるより、うん、あの話しかけてみてって言った方が案外予定あったりするんだよ、ね、そう、合わせようとすると意外と合わないよね。そうなの、そうなの、そうそうそう、いやーびっくりですよ、あれびっくりした ね、いやでもよかったね、久しぶりに会えて、ね、4年ぶりだよ、すごすぎない、めっちゃ話せそうだよね、ね、うん、いやすごいわ、また4年後に空港で待ち合わせてほしいですね。確かにオリンピックオリンピックの時に毎回毎回、めっちゃいいなそれ、あ、面白い、みんなのご縁のメール面白いな、うんうんうん、じゃあもう一度読むね、はい、あ、待ってごめん、その前にさ飲み物入れてもいい、あ、そういう感じ、うん、オッケー、ごめんちょっと今、うん、飲みたくてさ、オッケーオッケー、ずっと持ってたもんね、うん、そうそうだね、何それは、そう、はい、藤井本家さん の、うん、あのミストっていうお酒です、うんうん、これは日本酒、はあ、そう、濁り酒で、うんうん、視聴者さん、そう、視聴者さんなの、そう、あのお酒のお店の、そう、なんかおっしゃってたよね、いらっしゃるって、とても素敵な酒蔵さんなの、そう、酒蔵の方、そう、すごいじゃん、めちゃくちゃ嬉しい、ありがたい、ね、今年、だから言ったの、出ちゃったゆっくり持ったんだけど出ちゃった、ごめんね、お酒飲んちゃった、お酒飲んで街の一滴だよ、そうだね、ごめんなさい、ごめんね、そういう時もあるね、ごめんね、なんか私が振りすぎちゃったみたい、ごめんなさい、なんかこういうのうちの番組でもやった気がする、すごい、わー、結構濡れてる、いいよ、上やりな、上ごめんね、美味しいお酒をプシャってしちゃった、ごめんね、よし、これ大丈夫、いや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 、ダメなんじゃない、大丈夫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 、抑えてるか、大丈夫、すごいすごいすごい、慣れてらっしゃる、大丈夫、これちょっとずつしていこう、そうだね、だいぶ刺激に弱い、あの繊細なのね、このお酒、やっぱいいお酒だからかしら、触れすぎちゃった、うん、うん、え、いつまで経ってもシワシワ止まらんよね、うん、大丈夫かな、すごいね、これをガスを逃がしまた蓋を閉めることを繰り返してください、だからやっぱこれで合ってるんだ、繰り返すんだ、そうだね、やっぱ説明書って読むの大事なんだね、ね、ちょっと私が勢いよく開けすぎちゃった、いやいや、ね、そういうの、ね、もうちょっと大きく、まあでもめちゃくちゃ赤で書いてくれてるからマジで、そう、じゃあちゃんと読めって話だ、私がちゃんと読めって話そうだそうだ、うん、このお酒めちゃくちゃ美味しいから、うん、大好き、家にストックもある、
とずつ抜きましょう。大丈夫、抜けたよ。あ、ありがとうね。うん、大丈夫。もう大丈夫そうだね。うん。はぁ、あ、暑いね。暑いね。入れますわ。うん、あ、美味しそう。こう、微発泡なんです、これ。美味しいよ。美味しいって。よいしょ。私のもなんかもろた。何？アメジストの雫。フレッシュテイスト。本名がわかんない。ん、本名多分これでしょ、英語でしょ。アメジストジュートフレッシュ。あ、じゃあもう全部一緒なんだ。山ぶどうだって。へぇ、うん、ぶどうジュース美味しそう。うん、美味しそう。ついで飲みます。飲んでみて、せっかく炭酸あるからね。でも乾杯したい。そっかそっか、そうだね。え、これ私飲んだことあります？イエーイ、おなじみジュースだ。おなじみの、はい、あ、乾杯。乾杯。みんなも乾杯。イエーイ。イエーイ。おいしい。おいしい。今年もおいしいよ。ほんと。うん、おお、飲むの？うん、あ、おいしい。大丈夫だった？うん、ちょっとしか飲んでないから。お、飲める。日本酒って感じ。うん、米の旨味が。うん、あー、おいしい。甘いんだ。うん、あ、そうそうそう、ミストはね、甘み、未発泡でちょっと甘みがあるお酒。うんうん、そうなんだ。そう、大好き。2月の誕生石がアメジスト。あ、そうなんだ。だからアメジストだからアメジストなの。でも毎回飲んでるよ。アメジストじゃない月も。アメジストじゃない月も。アメジストって綺麗だよね、色。確か水色でしょ。アメジスト？ごめん、分かった。ちょっと詳しくないかな。あ、ほんと？誕生日、あ、待って、11月よね。誕生石とかしら、締めです。誕生石一緒？違うよ、11月だもん。あなた、私12月だからタコじゃん。あ、月ごとってこと？多分、え、違うんですか？どうなんだろう。後で検索してみましょう。あれ？確かに、そうだよね、ブドウジュースだもんね。おもろい。全然違う。全然ちゃうやん。全然ちゃう。知ったかもいいとこだよ。最悪。あ、私トパーズだって。へえ、いいね。トパーズ。1月から12月。トパーズって何色なんだろう。黄色？トパーズさ、うん、琥珀色みたいな。合ってる。トパーズだっていいじゃん。黄色めっちゃ羨ましい。うん。いいでしょ。エリは？タコズ。いいじゃん。いいでしょ。いいじゃん。うん、あ、もうあと1分、うん、終わっちゃうの、うん、じゃあちょっと、うん、あれするの、うん、この番組ではメールを募集しております。懸命にコーナー名を明記の上、北原アットマークワクテカドットライブまでお送りください。ひとまず二次会までちょっと待ってて。すごい、流れるように締めるじゃん。あなんで締めたの。あなたでしょよ。木村恵里のこれが北原です。え、これが雪村。あ、雪いい、雪村、ね、はい、いい、うん、雪村えりのこれが北原This is 北原。ステップステップ。嬉しい。なんか、うん、私はエリのものなんだなってなんか今一瞬なんか、うん、すごいちょっとなんか満たされちゃったから、このまま読んでって言っちゃった。ごめん、うん、そういう感じだったんだね。そう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 、失礼失礼。うん、いいんだよ。今日から北原って言って大丈夫だから。 ありがとう、うん、じゃあ非北原の皆さんってこれから言わないね。あ、言うんだ。非北原の、逆に、うん、そっかそっかそっかって言わなくて、うん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 、北原の雪村エリですって言えばいい。結婚この指はここだ。こっちにしとか、ここだけ、うん、なんかあるかな。なんかあるかな。なんかあるかな。ないかもしれない。ないかもしれないけど、うん、ね、
まあ一回一室ついてるし、一室ついてるから、うんうんうん、しばらく話してくれ、ありがとうございます、はい、うん、ということで、うん、後半もテーマメールを読みます、はい、ラジオネームアドミラルさんからいただきました、ありがとうございます。北原さん、ゲストの雪村さん、北ハロー、北ハロー。テーマのご縁を感じたことですが、自分が学生の頃、現在働いている職場の説明会で、将来この人と一緒に仕事がしたいと思える人に出会いました。その人は自分の採用試験で面接も担当してくれて、面接の際も将来同じ部署で仕事できたらいいねと言ってくれました。がむしゃらに仕事をして3年経ち、初めて異動の通知を受けると、その人がいる部署への異動通知でした。久しぶりに会って話をすると、君が説明会に来てくれた時から将来一緒に仕事をできたらいいなと思っていたし、そう望んでいたと言われ、とてもご縁を感じました。お二人は将来この人と一緒に仕事がしたいと思った人はいらっしゃいますか？わあ、すごい、すごい、すごいね、うん、このさ、説明会でさ、うんうん、この人と一緒に仕事がしたいって感じるってさ、ものすごい運命じゃない？すごい。でそれで結局そのご縁でさ、うん、今一緒に仕事なさってるってことだもんね、うん、そうそうそう、めっちゃ繋がってるよね。ねえ、いらっしゃいます？この人と一緒に仕事がしたいって。なんだろう、この業界に憧れた声優さんはいらっしゃるし、うんうん、もちろんなんか、うん、憧れてる声優さんいらっしゃるんだけど、うん、この業界に入って一緒し、ご一緒するようになってから、なんかどの方も尊敬できちゃうっていう言い方もすごく、なんか言葉が悪くて申し訳ないんだけど、うん、できるから、うん、なんかこの方と絶対したいっていうのじゃなくて、うんうん、もういろんな方と巡り合えたら、もうそれは幸せなことなんだなって実感できてて、うん、だから、うん、もうこの人とかは、うん、今はなくて、ただ巡り合わせでお会いできた人と、うん、なんか一緒に仕事していけたら幸せだなって今思ってるかも、うん、確かにね、それはあるかも、うん、確かに、うん、そうなんです、人それぞれ良さが違うんですよ本当にね。もうどなたも被らずに、うん、もう個性一つ一つの個性が輝いてるっていうか、そう本当にそう、うん、頑張ってそう思えてもらえるようにもなりたいなって、みんなからね、そう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 、さや、ね、ちゃんがいる、確か一緒に仕事したい、一緒に仕事がしたい、もちろんたくさんいらっしゃるよ、うんうん、やっぱり小さい頃からさ、うん、あの見ていた作品に出ていらっしゃる方と一緒にマイク前立って掛け合えたらっていうのはもちろんあるけど、うん、でも今エリが言ってくれたみたいに、うん、本当にもう出会うことすべてが個性の輝きを持っていて、その輝きをもっともっと見たいっていう、その巡り合わせ、今回はどんな巡り合わせがあるんだろうとか、どんな輝きが待ってるんだろうとか、やっぱその現場ごとでね、あのワクワクするから、その現場にご縁、もっともっとなると嬉しいなっていうか、そうだね、そうなんだよ、声優さんだけじゃなくてスタッフさんとかもとっても素敵な人たち多いからね、わかるね、ほんとなんかね、あーいいね、だんだんなんかこう飲み会とかさ、うん、なんかそういうのもさできるようになり始めてね、そうだね、来た気がするから、うん、なんかそういうのもさ、また通していろんな方とたくさんお話ししてみたい。やっぱ現場だけだとさ、なんかそのお芝居を見てさ、自分がたくさん感じることはできるけどさ、どういうプロセスでこのお芝居をしたんだろうっていうところとかまではさ、やっぱその現場だけだとさ、あの話せなかったりするからね。そうだよね、話せないとね、コミュ力がコミュ力が大切なんで3ヶ月しかないんだ、まあ、3ヶ月って何？あ、ワンクールね、無理だよ、ね、3ヶ月で仲良くなるなんて無理だ
しかも週1回しか会えないんだよ、週1回しか会えないのにさ、週しか週1回のその数時間、たった数時間でさ、うんうんうん、全くすごく仲良くなれるなんて絶対におかしくない、あれおかしくないんだよ、おかしくはないんだけど、そうやってなれる人は本当に天才なの、天才のごく稀の一部の人なの。私みたいにそんなさ、コミュ力もかけらもないのにさ、そうやってさ、なんかびっくり、1週間のこのたったの数時間、たったの 2時間だけでさ、こうやってわーってやってる中で、すごい仲良くない、よっしゃ、いやー、お飲み会行きましょう、わーふー、どんな芝居してるんですか、みたいなこと言えるわけないじゃん、みたいなのなんですよ。めちゃくちゃ早口だ。めちゃくちゃ早口で。さやってちゃんとさ、できるじゃん、なんだろう。人と話。できるじゃん、ね。飲み会も好きだし、うん、でもお酒が好きだからさ。お、酒好きだしさ。うん、でもなんか、楽しいじゃん。なんかこの、自分とは全く違う価値観持ってる人とさ、うん、なんか話するとかさ。楽しい、うん、なんかだからできるだけこう年が離れてる方とか、うん、なんかまあ近い方ももちろんね、うん、話したいってもちろん思うけど、でも離れてれば離れてるほど、うん、なんかお話を聞かせてくださいみたいな気持ちになったりする。そう、なるほど、うん、なんかいや楽しい、楽しいよ人と。いや、人、いや仲良くなった人と話すのは楽しいよ。だけどまだなんかこの人は一体どんな人なんだろうってなってる状態の時で話すのは緊張する、うんうんうん、緊張するよね、うん、なんかさ、うん、失礼がないかどうかとかさ、そうあ、なんかなっちゃう、そう、毎回私引き算だからさ、会話してると、あ、私今日今変な口の使い方したマイナス50点みたいな。あ、目そらしちゃったマイナス30点みたいな、そそから始まっちゃうから、おしまいだってなっちゃうの。あ、うん、なるほどね。そう確かに、うん、まあでもそういう人の方が多いんじゃない、意外と。だってコメントとかもさ、うん、意外と分かるっていう人も多いし、うん、でも分かる、飲み会行ったら反省するよね、なんかね。あ、やっぱそうなんだ。なんかもうちょっとうまいこと言えたじゃん、あの時とかさ、なんか、うん、そう、あのダジャレってこの作品のこういう知ってたみたいなのとかさ、そうだったりする、ね、みんなはさ、どこでさ反省会する？私はさ、お風呂の中が一番反省会ポイントなんだけど。そうなんだ。私はもう会話してる途中と帰宅途中とからもう全部、うん、全部なんか、うん、頭が考えなくていい時間ってなんて言えばいいんだろう、お風呂とかね、特にね、うんうんうん、なんか考えることが何もない時に限って、うんうん、そのものがフラッシュバックされて、うん、って言って違うことを考えるようにしたりとか、うんうん、分かる、そうだね、あれなんでさ、うん、あのマイナスな記憶を思い浮かぶとさ、なんか、うん、ああ嫌だろうね、なるなるなる、なんだろう、わかんない、最悪みたいなこと急に言い出す。めっちゃわかる、そうそうそう、あれなんでなんだろう、やっぱそうだよね、うん、やっぱみんなでもそうか、でもみんなそう、お風呂とか車運転中とか、ああみんな言ってたわ、そっか、うん、あ、でも、いやでもわかる、そうそうそう、あるある、あ、昨日もまさに反省会だった、大丈夫、全然大丈夫なんだよね、反省してることってさ、絶対大丈夫なんだよね。絶対大丈夫じゃない、思い返してみたら、なんか思ってた以上に人間って他人に興味がないんだなっていうのは、うんうんうん、心理、そう、分かるんだけど、うん、だって自分も正直そんな気にしてないし、ね、分かる、そう、分かる、そう、他人にやられても全然、ね、分かる、そう、なのに自分だと自分だと終わりだよね、あの目線は私のことしょうもなって思ってるみたいな。そう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 、わかる、そうなんだよ、気にしすぎちゃうんだよね、気にしちゃうね、うん、わかる、うん、でもさ、それってさ、自分自身のことをさ、なんか好きすぎるからなのかなってさ、ちょっとさ、なんか今自己分析みたいなしてる、なんかさ、自分に対してさ、ずっと考えてるわけじゃん、北原紗友香という人間の思考回路についてみたいなことずっと考えてるわけじゃん、うん、でもそれって自分大好きってことじゃん、あ、なんかそういうこと、そういうことなのかな、え、でも私、あ、ダメだ、この話やめよ、この話やめよ、後で話しやめ、私のね、マイナス思考は大抵割とひどい
方だから、なかなかマイナス思考よね。なかなかよ、もうなかなか、なかなか。だから私大好きって言ってみたんだよ違うじゃん、違う、なんかえ、でも皆さんこれ私言ったらね分かってくれると思う。なんかさなんかさ、私とさいてもさ、まあ、楽しいとは言ってくれる友達がいるとするじゃん、うん、それでもさ、なんかさ違うことさ楽しく話しててさ、ケラ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 、なんかすごい楽しそうにしてるな、ずっと一緒にいるなって思うとさ、その瞬間的に、あ、私っていらないんだなって思うことあります？ありません？ありません？絶対誰か一人はいると思うの。あ、もうそっか、私はそうだよねみたいな。わかるわかる、あるあるある、でしょ、ある、そうなっちゃうの。でも、で、どう、そんな考えてないってことも最近ちょっとずつ分かってはいるの。分かってはいるんだけど、もともとそういう思考回路で生きてきちゃったから、もうもうね、無理なんだよ、もうそうなった時は。いや、でもわかる、うん、もうさ、あの心のさ、なんか限度みたいな数値がさ、50だとしたらさ、うん、なんか、あ、いいな、楽しそうだな、寂しいなみたいな感情がさ積み重なっていくとさ、50をさ超えちゃうのよね、うん、50超えたらもう、うん、いや、もういいやみたいな感じに、ね、そう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 、なんかすっごい一気にマイナスに、プラスじゃない、なんかマイナスの思考になっちゃったりみたいな、うん、なるほどね、時はあったりする、うん、いや、確かにね、無理なんだよな、だって一緒にいて楽しいって思ってもらえたら、夜一緒になりたいみたいな、まあ、あるよね、まあ、でもなんか、なんかね、多分ね、1年に1回私はその、いや1年に1回どころじゃないんだけど、多分溜め込みすぎて1年に1回爆発する周期があるんですよ、それ、あれね、そう、そこはなんとなく今年やっと理解できたから私やっと、あ、そっか、私ここで爆発するなと思って、だからそうなった時はでもさやかがちゃんと言ってきてくれるっていうことが分かったから、その時は頼む、そう、ね、またって言われるかもしれない言ってきそう、さやか、そう、でみんなが思ってるより私とエリ多分めっちゃ仲良くてなんか、なんていうの、私この業界に入ってこんなになんか誰かのことを理解するとも思ってなかったし、理解したいと思うと思ってなかったし、なんていうの、友達ができると思ってなかったんですよ。だってさ、この業界ってさ基本ライバルになっちゃうわけじゃん。友達関係ってさ無理だと思ってたの、うん、そう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 、だからなんかあのここまで深く誰かを、うん、あの知るって思ってなかったから、うん、だからなんかそれだけこうなんていうの、自分の感情に、うん、こう素直すぎるっていうかそう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 、そしてそれしか出してこなかった、そう、それしかトランプ持ってないんだよ、そう、持ってない、持ってないだから引くトランプがさ全部さあ、うん、うん、だよ、100なの、100 数字100だからさ、うん、そう、だからもうなんていうの、だからなんかエリとはちゃんとぶつかってきたし、うん、そう、なんかこんな友達でも、うん、私少ないから、一番だから、うん、何もかも言ってる友達かも、あ、本当、うん、そうだったんだね、うんうん、いやだってだって、そうでしょう、だってだってさ、だって今まで見てきたさやがさ、うん、なんだろう、もう皆さんが知ってるさやなわけじゃん、そうだよ、そう、そのさやだと思ってたからさ、うん、私に対してさ、なんかさ時々大きい当たり強い時あるじゃん強い、私ネタ当たり強いのよ、ポロッと出る一言が当たり強いの、うん、そう、それが高くある、私嫌われてるってそう、ちょっとだけ昔は思ってたんだけど、ええ、なるほどね、その出してくれてるんだなっていうのを、だからそう理解はし始めた、うんうんうん、そうなの、全然なんか無自覚なのよ、なるほどね、そう、そうそうそう、あ、マジでなんか、うん、そう、友達と家族の間みたいな、うん、私的にはね、うん、ありがてえ、いや、なんかさ人間ってさ面白いもんでさ、うん、朝起きると気分変わってない、ああ、うん、これわかるでしょ、すごい変わる、めっちゃわかるでしょすごい変わってると思うよ、なんかさ不思議だよね、リセットボタン押しちゃわない、うん、だからなんかさ
昨日までめっちゃえなんかイエーイみたいな感じで遊んでたのに、うん、家帰って寝て、うん、ちょっとリセットボタン押すとなんか、うん、なんかあ説明みたいな今日何するみたいな、うんうんうん、なんかどうするみたいな感じになんかさなっちゃうみたいなことあるよね。ある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 よね。私は結構その波が大きい人だと思う。確かに大きいかもでしょ、うん、あめっちゃ今日テンション低いなって言うある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 十分分かってんの。あげたいのにあげられない日。いや全然全然、うん、無理なのよ ね、 ねそうおもろいよね。おもろいよね、うん、旗から見たらどんな人間なんだろうってずっと思ってんの。なんのあれもない。なんか家族がさ、うん、なんか落ち なんていうのなんか、うん、なんかちょっとトゲトゲしてる感情の時とかもさなんか、うん、正直何にも動かなくない感情。あ確かになんかまあそういう時なんだなみたいな。あそれすげえめっちゃめっちゃ上位にいいんじゃん私結構いるんだね、うん、あそこまでは知らなかった。何年一緒にいるの。もう6年くらい一緒にいるよ。本当まあ5年ちょっと盛り上がった。盛った盛ったね。そうなるほどね。そうそうそう確かにそうだな。好きは別にいいのに見せてなんかもうちょっとうんみたいなとこ。これ以上うん私これ以上ない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 んだないないんだ逆にごめん逆にない。逆にないんだ、うん、だからなんかちょっと、うん、ポロって出た一言がなんかちょっとあったり強みたいな私嫌いみたいなのがもう最上位。うんもうこれ以上ない。あそうなんだ、うん、ない別に全然当たり強くても大丈夫だけどね。これ以上ないもん、うん、理解したから本当、うん、ないないからカードないんだよ。カードないよ。あと優しいカードしか持ってないかもしれない。素晴らしい素晴らしいね。いいですねいいですよ。本当面白いよね。うん、なんかこんな出会いもあるんだなってそれこそご縁ですわ。すごいね。私もそうなると思わなかったからな。そうそう雪村家は割と当たり強いんだよね。優しい、優しいなんてない。いやー。ヘリちゃんのね、私だって家族と会ったことあるけど、うんうん、そう、ご兄弟？外面外面本当に外面外面、まあ、もうすごいもともといい姉ではあるけど、うん、なんだろう、なんだろう、なんだろう、うちのね、関係は私が悪いのかな。私が口悪いからみんな口悪くなったのかな。やべえ、悪影響しか与えてないのかな。口悪いかな。口悪い口悪い。なんかリモコンないじゃん。あ、大丈夫放送してない大丈夫か。大丈夫だと思うんだけど、うん、大丈夫ごめんなさい。もしダメだったらナイスローズにしといてください。番組違うけど、うん、なんかリモコンないじゃん、うん、探すじゃん、うん、目の前にあったりするときあるじゃん、うんうん、あるじゃんそこにって言うじゃん、うん、本当だったってなるじゃん、うんうんうん、節穴かっていうのわかる。いいじゃん。大丈夫、うん、本当に本当に、うんうん、本当に、うん、あ、そうあ、そう、そういう感じの全然いいよ。節穴だよお前の、いいお前の目はってやつ。お前の目節穴かよマジ節穴だったよあ、本当、うん、あ、そういうもんか。そうなんだよ。あ、なんかまあそんな感じなんだわ。全然だよ。うんなんかそういう感じだからさ、うんうん、ういみたいな感じ。めっちゃ楽しかった。めっちゃ楽しかった、ありがとう。また行きたい。また来て。マジで行きたい。とか行こうよ。え、エリちゃん家だよ、うん、そうよ。エリちゃん家行こうよ。行こうよ。行こうよ。行こう。行って大丈夫、うん、いいよいいよ。え、マジでいいよ。逆に姉がいない時も来てくれる。行く行く。おお、来て来て。来て決まってるよ。いえ。来て来て。来ましてっからさ。マジ？うん。来ましてっからさ。かっこよすぎるだろ。来ましてっからさ。来ましてっから。いつでも来て。鍵開けとくから。鍵開けとくから。おお。鍵開けとくから。入ってこいよ。入ってこい。勝手に入ってこいよ。いつでも入ってこいよ。入ってこいよ。かっけー。かっこいい。鍵開けるじゃなくて鍵渡せよって話だよね。鍵渡せよ。ここで開けとくからじゃないんだよ。おもろくない。なんかおもろくない友達にさいつでも鍵開けてくれ。自分はお前のさじ加減ちょっとおもろいなそれは委ねてないのよ全然
面白い。おもろいわ。あ、面白い。え、てか床暖じゃないこれ。そうなの。暑いよね。暑いよね。めちゃくちゃ暑いよ。なんかさ、ごめんなさい。ここか。あ、面白い。面白い。全切りしよう。絶対抜かないから絶対抜かなかったんだ。絶対暑い。何これこんなにあったかいなと思って。これすごいじゃん。そう、めちゃくちゃあったかかったよね。床暖だった。びっくりしちゃった。あー、面白い。あホットカーペット。そうでした。あ、そうか、ホットカーペット。今の笑いはオフィシャル床ダンディズムに笑った。言うなよ。笑っちゃった。見て笑っちゃった。そっか。いや、私はそんなんでやられませんからね。ちょっとまだ甘いですね。わけわかめさんだわけわかめさん面白い。わけわかめさん面白いね。本当に。だから名前ってどうやって決めてます？そう、なんか気になるよね。うちら最近結構ホットワードじゃない？ホットワード。名前つける機会さ結構多いじゃん。そのなんかゲームでさ、私が最近あのピクミン の、 あのゲーあのスマホのピクミンを始めたんですよ。うんうん、でそれの名前をね決めるたんですけど、うん、あのその名前が結構なんか独特っていうか、私結構なんか適当にパッて思いついたものをパッて決めちゃうんですよ。でもさやの思いついたパッて思いついたやつは天才なんですよ。そう言ってくれるよね。さやのさ、フレンド、さやと私フレンドなんですけどゲームで、なんだっけ、トマトのヘタだっけとか、なんか傘のなんちゃらとか。そう、傘の持ち手。傘の持ち手。なんでそんな天才なの出てくんのって毎回思うの。すごいの本当に。で、私も一生懸命考えるんだけど何も思いつかなくて。いや、おもろいじゃん。おもろいか。おもろいじゃん。それでも私たちが知ってるネタだから。そうか。ネタだから。身内ネタだからか。身内ネタだからおもろいだけで、うん、なんかそんなさ出てこんのよ。確かに。なんかなんだろうね。アメジなんだろうね。出てくる今。今？うん、パソコンコンとか。しょうもない。くだらない。くだらない。くだらない。パソコンコン。いいな、パソコンコン。うわ、天才だな。いや、ほんとしょうもないのよ。いいね。そう。でもさ、こうやってさ、名前をさ、適当につけてさ、うん、皆さんもさ、こうやってメール送ってきてくださるときにさ、うん、つけるじゃないですか、うん、それって何が由来なんだろうって、うん、なんかみんな五感って言ってたよ。好きなもの、この辺が多い。好きなもの、ね、名前にちょっと、あ、本名だって。あ、本名、うんうんうん、フィーリング。確かに、語呂が気に入って。なるほどね。まあ、確かになんか名前をこうやって全部出してバラバラにしてみたいな付け方もあるもんね。なんか名前忘れちゃったけど、そのやり方ランダムでこうつけて。そうそう、なんか上と下を。そうそうそう、あ、アナグラム。そうそうそう。ああ、うん、とか。ああ、キャラの文字入りとかね。なるほどね。うんうんうん。いや、でもそれで出てくるのすごいよね。うんうんうん。なかなかつけんよ、わけわかめ。確かに、うん、そうよ、わけわかめさん。うん、おい、え、ちょっと見たい。ちょっと座椅子買いました。座椅子さんはもともと座椅子を買うか迷ってらっしゃったんですよね。うん、買おうか迷ってるさんだった。買うか迷ってるさん。そう、うん、そう、買いましたになって、うん、そう、大変。水前さんもそうですね。足長いさんも。足長いさんね。うんうんうん、うん、確かに知ってる名前が多いわ。やっぱ私が来るからかな。ありがとうね。ありがとう、ありがとう。そうよね。え、コウリさんだって。コウリ、そうそう、あれ、コウリ、そうそうそう。ディオゲネスですよね。何、ディオゲネスの方がいいの？あ、いた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 、リキュー、ディオゲネス。そうそうそう。え、ディオゲネスの方がかっこいいの、なんで？どうしてこうやっちゃったんだろう。なんで、ディオゲネスさん、ね、ディオゲネス、
いいな、それがそれがそれでいいや、うんうんうん、それそれかっこいいよね。かっこいいかっこいい、いいな。ディオゲネスってかっこいい。なんでだよ、そういう名前好きだよね。なんだろうね。さっきもさ、うん、あのゲームしたじゃん、うん、あの時さ、うん、あなんかそういうなんか、あーあれね、なんか何したっけ覚えてないんかい。数式、あ、そう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 、かっこいい数式を、そうそうかっこいい方程式だよ、あ、方程式を考えようみたいな、うんうん、くだらないことしてたんですけど、そう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 、してたしてた、そうそうそう、なんかえみんなにさ、かっこいい方程式送ってきてもらうよ。あー、いいね、みんな今さ、いいね、今パッと思いついてさ、かっこいい方程式を送ってきて、そう、なんでもいい、そうだよ、考えたやつですよ、皆さんが考えたやつ、そうそう、みんなが考えたさやのやつ、なんだっけ、MT、 MT って何、なんだっけ、ミクロ、ミクロ、そう、ミクロ、MT、 MT、 ミクロターボン、ミクロターボン、ミクロターボン、ミクロターボンみたいな新しい数あの単位考えました。ミクロターボン、そう、 x なんちゃらかけるなんちゃらイコール2ミクロターボン、そうみたいな新しい数字、なんか言葉を考えていただいて、そうそうそう、あのキュート、キュート、キュート、キュートいたよね、200キュート、そう、急になんか、そうそうそう、何考えてたんだっけ、うん、なんか単位を考えてたんですけど、うん、その時なんか、うん、なんかかっこいいローマ字合わせたら、そうそうそう、キュートっていう単位にたどり着いて、そうそうそう、キュートはなんだっつって200キュートとか言ってそれお医者さんごっこになると、え、お医者さんごっこしたいとか言って、そのお医者さんごっこでなんか急いで300キュートあの点滴してとか言って先生血圧下がりましたみたいな感じの話をしてました。してました。いやちょっと待って、今冷静になって考えるとすっごい何してんだろうね。ないね、しょうもないね、本当に。やばすぎるよ。やばすぎるね、うん、マジで。やばすぎる遊びしてるね。うちらってさ集まってそれしかしてないのよ。いやでもあなただいたい発信はあなたよ。だいたいだいたいねえねえこれやろうよって言って田中由紀がいいよ。私がはぁってなる。え、違うよ、だいいいよとか言って、だいたいやってるよ、言わないよ、だいたい一番楽しそう、一番結局頭使ってやってくるんだから。いや、だってさ、もうさ、うん、完成してんのよ、二人で面白いが、面白いが完成してる中でさ、意外と一番途中で参戦していかなきゃいけない身にもなってほしい。一番さ、なんかさ、考えてさ、一番おもろいところ出そうとしてくるじゃん。それなんて笑ってほしいじゃん。優しい、優しい。優しい。いやもうなんか大変なのよ毎回。そう、楽屋とか帰ってきてもさ、二人がなんか急にケラケラケラつってなんか端っこなんかわかんないけどなんか踊ってて、はいはいはい、でさ他のユニットはさちゃんと綺麗にお椅子に座ってるの。ちゃんとお椅子に座ってさ携帯いじってるか何かおしゃべりしてるかなんかしてるのにさ、二、うんうん、人だけなんか、ああ戻ってこなきゃよかった。なんでよーって思ってよさ、なんかもうなんかあエリーみたいな。エリーだってさめっちゃふざけるときあるよ。なんでエリーだってさ誘うとさめっちゃ嬉しそうにさふざけてくるよ。エリー乗っててさユキがさ今何の時間って言ってるときあるよ。あるよ、確かにユキがいないときね。そう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 、ほら大抵ほらさや発祥じゃん。ほらいないときないじゃんさや。だってさ楽しい遊びすぐ思いついちゃったもん。すぐ思いついちゃうだから遊び探し、なんか番組みたいなやろうかな。何今日の遊びはみたいな。うわー楽しそうだね。いいじゃない。すぐ思いつくもんね。毎回ゲストと呼んでさ、うん、大丈夫乗ってくれるの私たちぐらいしかいない、うん、いやしかいないから毎回ゲスト毎回ゲストじゃあ一緒に番組始めるの。雪村りんゲスト、ゲスト絶対ゲストなんだ。一応なんか言って、なんか言ってる。怖い。そうだ、いや違う、これは強くない。強くない。怖いだけ。怖いだけ。何、どういうこと。さ、なんか言ってない。じゃあこれで遊ぶね。これで遊びを考えるね。自分で考えて、うん。これで遊びを考える。これでさ、うん、3枚目を引いた人が負けね。うん、いや、むずだって。二人で考えたらそれは、あ、いいよ、じゃあさや先に引いて。あ、もったいないか。これ。
ダメだよ、もったいない、もったいない、もったいない、これダメだ、資源大切にしなきゃ、そう資源大切にしないといけないから、それしっかりしていかなきゃダメだよ、そう大事、そうじゃあさ、うん、ねんねん、どれだけ綺麗にくるくるむくるいいよ、やろう、くるくる合戦ね、早くね、早くよ、いくよ、よスタート、あと意外とくるくるできない、意外とくるくるできない、初手がむずい、そう初手がむずい、初手がむずい、どれだけ細くね、わかった、あ、私うまいわ、え、待って、私のがうまいし、私だってだって子供の頃めっちゃこれ作ってたからね、いや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 、子供の頃でしょ、子供ブランクがさ、いや大人の頃作ってんのかよあ、やばい、太くなっちゃった、え、むずいぞ、ふっとなんなんだよいや、うまい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 、これはね、どんどん床で使ってった方が早いんですよ、ありがとうございます、助言もちょっと待って、細すぎる、むかつく、細すぎ、それはやってんね、やってるでしょ、ほら、うまいんだよ、これ時間かかってますね、え、待って、なんか速さみたいなこと言ってた、速さ見てねえ、全然ダメじゃん、いや、これには勝てないよ、これすごすぎる、うまいんだよ私、うまそう、だってこれ作る、弓矢とか作ってたから、これでそう、え、すごっ、え、なんかさ、さっきさ、弓矢書いてなかった、違う、バナナって言ったじゃん、見せて、え、でもこれ見せちゃっていいんですか、あ、いいんだ、よいしょ、いや、なんかさ、あ、うん、皆さんに説明しないとなんだけど、その前半で話したさ、T シャツ、さや、ゆきが、新作のさ、うん、あの猫と犬のやつ、うん、を私がね、うん、あの全然描いてないっていう話をしたら、うん、あのエリがね、私の絵を描けるって言って、うん、で、あのここのホワイトボードにね、描いたんですよ、描いたの、で、まあ、確かに似てたの、似てたんだけどっていう絵、うん、そう、うん、私のテーマ考えた猫 VS 犬、そう、私の絵に似せて描いてくれたの、ちょっとね、顔の輪郭はやっぱ私が出ちゃうなと思ってるんだけど、確かに可愛いね、そう、めちゃくちゃ可愛い、そう、 VS がね、もうさ、見てよ、だからこれが弓なんだって、弓じゃない、鎌、鎌、槍にかかってるの、これ、槍か、これ、いや、違う、鎌、鎌やばい、いろんな武器出てくるカマなんだって、でもさ、これバナナじゃない、みんな見て、これバナナじゃん、バナナじゃない、ちいちゃいバナナをさ、こうやってなんかちいちゃいバナナやってんじゃん、こうやってバナナな、ここに乗せてちいちゃなバナナを威嚇してんじゃん、威嚇してない、違うよ、えやんのかこらってやってるの、やんのかこら、ちいちゃいバナナでちいちゃいバナナでこうやってやんのかこらって、やり合ってんの、だって猫 VS 犬って私は聞いてたから、世界平和なんて、まあ、一つも聞いてない、もう戦ですよ、もう戦、戦慄、戦慄な荒野、あれのこと、戦いだね、そう、うん、最後に持った武器がバナナってこと、これ違う、カマ、カマだな、確かになんで犬だけカマ持ってこっちだってなんかも持ちたかったかも、違う、なんか煽り散らかしてきたんだよ多分こっちが、あ、こっちが煽り散らかしてきて武器持ってきたんだ、そうなんだこらなんだこらってバナナ持ってきた、バナナでいいや、そう、バナナ持ってきたの、バナナ、かこれもしかしたらまだわかんないですよ、うんうん、まだ何もわかんないけど、あのさやの最新作にちっちゃーく載ってるかもしれません、うん、いるかもしれない、楽しみに、うんうんうん、はい、っていうって感じです。嬉しでした。はい。うん。ああ、そう、そういえばさやのさ、口癖かなのか分かんないけどさ、え、何何？ちいちゃいって言うじゃん。あ、ちいちゃい、でかいね。そう、私それ好きでさ、ちいちゃいって言うようになっちゃったんだよね。ああ、めっちゃ言うようになっちゃった。え、なんかあの時期、ちょうどちいちゃいって言うようになっちゃったって言われた時期に、うん、他の人からも、うん、え、なんかちいちゃい、でかい、いいですね。あらー。そう。やっぱそうだよね、うん、やっぱいいんだよ、このちいちゃいでかい、みんなもちいちゃいでかい言ってください、ね、いいよね、ちいちゃいでかい、めっちゃいいよこれ、うん、なんか他にないの、ちいちゃいでかい、うん、あと、うん、大きいわ、大きい、あ、でかい、あ、でかい、でかいね、ちいちゃいでかい、低いわ、低い、低い、低い、本当かよ
なかったようだわ、うん、ね、これ以上はない。なるほどね。いやで、いつ終わるの？終わりたくない。終わりたく、私もう終わりたくないの。このごねがね、うん、長いんですよ。あ、そうなんだ。だからあれか、ごねをどうするみたいな、そうそうそう、来てたんだ。そうそう、最初にこれ誰が止めてるんですか？止めない。止まんないんだ。止まんない。え、じゃあ結局何時まで放送してるんですか？最長あ30分。うん、そう。あ、じゃあここから30分ってこと？そう、ここから30分ってこと。あー、なるほどね。あ、ちょっと、あ、だいたいアディショナルタイムだ。知ってんじゃん。知ってるでしょ。前はね、うわ、前なんだったっけ、アディショナルタイムじゃなかったんだよ。アディショナルタイムじゃなかったの？うわ、言わないでください、皆さんお願い、私に考えさせて。アディショナルタイムじゃなくて、あ、思い出せない、なんだっけ。そう、ロスタイム。ロスそう、ロスタイムだったの。だけど加わる時間になったんだよね。アディショナル、アディショナルってそうだよね。ロスなくした、なくなった、なんちゃらかんちゃら。あー、うん、すごいよね。へえ。インガーディアムレビオーサ。愛想笑いさせてしまった。愛想笑いをさせてしまった。見た？アズカマンの囚人。アズカマンの囚人見た。お、本当に？あの、その前むしろちょっと見れてないかも。うそ、アズカマンの囚人から始まったの、あなたのハリーポッターは。私のハリーポッターは、うん、1,2 見て、これ誰の持ち方か知ってる？いやー、それは生徒じゃないね。すごい。わあ、いいよ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 。お、ボルデモート。わあ、正解。正解。やってた。え、うちらさ、ついのさ、あの、あれやったよね、あの、あ、ガチャガチャ、うん、ボルデモート出たよね。ボルデモート出たよね。そう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 、懐かしいわ。強かった。あれどこやったっけな。あれどこやったっけ、忘れちゃった。帽子診断したよね。組分け帽子人したよね。なんかね、3人でしたよね。あれなんだっけ、旅行の帰りか。旅行の帰りか。あ、そうだ、旅行の帰りだ。今年もいっぱい旅行行きたいね。ね、どこ行く？それこそ沖縄も行ったし、あ、でもだから、北海道とかは逆に。逆に、うん、いいじゃん、行ってみたい。北海道行ったことある？ない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 。おお、うん、北海道行ってみるじゃん。結構行ってるよね、いろんなところ。結構行ってる、うん、羨ましいわ。うん、和歌山おいでだって。和歌山いい場所。みかんだべ。あ、天の橋立て。違う、やべ、天の橋立て恥ずかしいからやめとこ。人には次は、え、違う、天倉、天の釣り船だ。百人衆やったの、家で。百人衆さ、めっちゃ強いよね。めっちゃ強いよ。すごいマイク触るんだけど今日。うん、僕さ、ユキも強くない？え、ユキ強いの？初めて聞いた。ユキも強い。え、一緒に言ってたじゃん。え、言ってたよ。職人一種の話。ユキさ、記憶力めっちゃいいじゃん。ああ、いい。そう。え、でも水平リーベ覚えてるだけじゃないの？ね、あの水平リーベなんだっけ？わかんない。なんだっけ？なんだっけ？なんかホテルで一緒に泊まってる時に、水平リーベ、僕の船、七曲がり6、クラックか、クラックか、うん、が出てこなかったんだよね。そうだっけ、そうだね、なんかそうだった気がしなくて。で、ユキに、なんか聞いたんだよね。そう、ユキに聞いたら、なんかすごいいろんなのが出てきた。いろんなの出てきたの、ユキ紹介してたの。ね、そう、だから、なんか全部知ってた。あ、全部知ってたな、みたいな。そうそうそう、確かに。すごいんだよ、あの子。マジ、マジですごい。何の話してんだ。何の話しとっけ、これいいの？エンディングってこれでいいの？アディショナルタイムはこれで正解なの？アディショナルタイムはずっとこう、私がぐず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 してるっていう、
時間。これは D さんは怒ってるんですか、それとももう諦めてるの、圧をかけてんだ。あーでも無視していいんだあーこれは無視していいやつなんだ。無視していいやつ。あ、そうなんだね。なるほどね。サリッパタの新作ってあるの。そうなんだ。あれあれか、ファンタスティック、ファンタスティックビースト1話しか見てない。違った、じゃあハリーポッターの最新作って何だ。あるんだ。私知らない。私も。え、子供の話？え？あ、え？あ、え？え？え？そんな、そんな？どこまで見たんでしたっけ？と、あ、もうアズカバンの囚人まで。アズカバンの囚人から始めてアズカバンの囚人しか見てないの？1,2,3、4抜かしてアズカバンの囚人みたいな。いや、あの 1,2,3 がもうアズカバンなんよ。試験じゃ秘密、うんうん、アズカバン、そかそかそか、で炎のゴブレットで謎のプリンス、あ、死の秘宝、死の秘宝だった気がする。あ、そっかそっか。じゃあ 1,2,3,5,6 って見たと思う。4、そう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 、そう、なんか、うんうん、そう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 、不死鳥の騎士なんだ。そう、一番、そう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 、一番見たくないやつ。あ、一番見たくない、不死鳥の騎士団。そう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 、アズカバンの囚人、不死鳥の騎士団か。おうおう、はい、ね、本当にやだ、本当にやだ、絶対見たくない。私推しがシリウスなんです。あ、いや、あんなに早くさいなくなる。いや、見てるわ私見てるかも。見てる。いや、いや、いや、見てない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 か。見てない。じゃあやめとこう。いや、マジでショック、本当にショック、真面目にショック。え、来週の金曜ロードショーはなんか今週だか先週、あ、今週か、今週はハリーポッターですか。どういう聞き方金曜ロードショーがアズカバンの囚人だったんよ、うん、先週。そう。あ、そうなんだ。うん、そう。あ、じゃあ来るかい。4来るかい。え、ファンタビ、あ、ファンタビ、ファンタビなんだ。まあでも普通の騎士団は見たくないから。あ、そっか、心の傷がね、うん、うずいちゃうから。うん、そうだよね。ダンブルドアの、え、ダン、そっか、ダンブルドア出るよね。そうだよね、ダンブルドア先生出るんだ。あ、若い時のダンブルドア先生ってことか。そうだと思う。すごいね。楽しいね。ね、長く続いてる作品ってね、うん、いろんな出会い方があるからね。うん、鏡の古城だ。鏡の古城面白いか見て。見る。ね、ゲームしようよ。え、急に何、どこで。え、家と家で、 あのオンラインみたいなやつ。理解理解、オッケー、いいよ。何やりたい、何のゲームするの。え、何がいい。何も考えてないのもなんかあったっけ。え、ゲーム配信さ、来てほしい。え、いいよ、どこで、ここで。うん、いいよ。でもほら、事務所さんとのさ。そうね、事務所さんもね。なんだよ。うわ、まあ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 、ね、いろいろあると思うけど。いや、ありた、見たい。ギャラなしでいいから。それはちょっと困るけど。なんで。ギャラなしでいいから。休みの日でしょ。休みの日にこそっと出たら殺されますかね。いや、ちゃんと NG 取ってもらわないと。そっか、黙って見てる分にはダメか。え、出たい。一緒にゲームしたん。一緒にゲームしたい。一緒にゲームしたい。一緒にゲームしたいな。一緒に。あきちゃん自由に来てるの？ネットか。ああ、え、でも私も行ったことあるよ、うん、ダークソウルだっけ。そう、私してくれたんだよ、一生懸命さやに。さやちゃん見てる。そうだよ、でもダークソウルでコメントしてくれてるんだよ。でもさや一つも気にしに見つけたけどいろんな、いや、いろんな人がね、いたから、それはしょうがない。そうそう、ちゃんとだからさやがまた実況するときにさやちゃんどうしよう、エリだよって言ったらダメなのかな、事務所的に。どうなんだろう、確かにね、うん、どうなんだろう。いいか、エリでよ、一緒にゲームしたい、うんうん、じゃあ、うん、次ゲーム配信はエルデンリングをプレイします。なんだそれ。あの
スタークソのそうすごいじゃんバンナムさんのゲームでうーんめちゃくちゃ話題になったゲームで、うん、あすごいみんなめっちゃ喜んでるエルデンに関しては本当にもう初見プレイだから、うん、おーすげえ全く初見プレイです全くあちょっとだけ本当にもう一瞬だけうーんエルデンリングすごいじゃんおいいねずっとやりたかったんだやりたかったいいじゃんマジでやりたかったゲームなるほどね楽しみですねなんえ半年うわ半年ぐらいかかるのダークソウル1年かかったんで1年以上、うん、あんなに長く配信しててそうだようわすっげえでもあれちょっとやってみたけど難しかったからな何よえあれダークソウルやったのちょっとここでやらせてもらって触らせてもらったんだけどここマジそうマジ次進む場所が一生分かんなくてうん、あもう無理って言ってか元の位置に戻ってきた次進む場所本当わかんないマップ難しいなのね確かに、うん、そっか7時間初回やるんだ初回7時間もやりましたっけねそっかそっかエルデン3年だってかかるかもって3年のうちにどっか出られたらいいな私端っこに座ってそこじゃないそこにあるんじゃない来てほしい、うん、みんなも見たいでしょ私が助言入れてる姿、おもろいねそれね、うん、助言入れてほしい途中で飽きて寝てそうって言われてんだがウケる寝てもいいのいいよ本当じゃあ、うん、いいかな白目だけ向いてるか確認しといてうんやばいんだ最近目開けて寝てる疑惑で目開けて、うん、寝てるかなちょっと寝てるやっぱそうだよねそうなのあーもう本当に困ったアイマスクしたら治るんですかあーそういうことか最悪だいや本当に最悪もうなんか、ね、なんでなんだろう無意識じゃんだって寝てる時ってストレスまぶたが痙攣してくるわかりましたアイマスクを買いますえあのアイマスク返してもらうかな雪からの雪にあげたやつ雪にあげたやつね雪にあげたやつ返してもらおうかなそう雪に可愛いアイマスクをねそう見つけたからあげたんですよそうそのアイマスク返してもらった方がいいかもしれない、うん、ちょっと返してもらおう雪返してって言おう私目の危機だからいやマジ普通のアイマスクだよね普通の、うん、そうゆきちゃん寝てって、うん、そうそうゆきちゃん寝てってそ う, そ, う そ, う、はい、そういう感じですそういう感じです、はい、ほら終わるよわかりました、うん、暗いあということではい今日はえいちゃんをお迎えしてお送りさせていただきました楽しかった楽しかった ね、うんまた、うんまた1年後とかかなそれかいやでもゲーム実況でゲーム実況で会いたいなって話を今ねしてるからマネージャーさんに言ってみてそれで、まあ、ゲーム実況じゃなくても、ねうんまあ、何かしらで一緒に、うん、まあまあまあすいませんなんか本当なんか身内の話ばっかりしちゃった気がする今すごい改めて急に来た反省会が確かにメールとかもっと読んだ方がよかったかな急に反省会しちゃったここにありますどうする最後に読んどく、うんうん、メール最後にえそれでいや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 確かにメール3通しか読んでないちょっと待ってえ嘘じゃん3通しか読んでない多い方なんですか多い方いつも何をしてるのえトゲガールはさ何通くらい読んでるの？あのなんかできるだけ読んでますよね。うん。さばきって感じ。メールのさばきって感じ。次みたいな。次って。そう。まあコーナーによるからね。マジ？うん、いやだって番組によるからそれは。いついつを大切にする方、そしてたくさんの方を読んでなんか楽しんでもらう方と、うんうんうん、いついつ読んで大切に読んで楽しんでもらう方。
いるから。でもそうやって甘やかしていいの？どうしたらいいの？難しいぞここの立ち位置。どうしたらいいんだ？いやほら、さや姉にはさや姉の良さがあるから。ありがとうございます。うん、それぞれやろう。あ、ツッコミ。それぞれやろう。うん、確かにね。北原を町なくす？あー。いいよ、無理しないで。そうか。北原には北原の味があるんよ。コメントも拾ってくれてるからなあ。味があんねん。そうやった、味があんねんな。でも今日待ってないよね。今日待ってなかった。そう、頼む、そこだけは、うん、じゃあ最後待つね。待つんかい。最後待つ。じゃあ非北原ネーム亀ちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。北原さん、雪村さん、非北原の皆様、北原を、北原を、はい、ですね、この時間ありましたね、懐かしいです。マジで待つだけなんだ。聞こえる、うん、うん、そうだよ。あ、寝てる。ねんねしてる。起こさなきゃ。ねえねえ、コーギーちゃんは元気？だってよ。コーギーちゃん、コーギーちゃん、すごい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 。いるかな？すごいすごいすごい。ワイモーオルデリング嬉しい。ワイモーオルデリング、エルデンリングの配信の時は来てね。あ、そういうことね。あ、ヤターさんかな、絵文字だけだし。お腹空いてきた。オルデリング、私もお腹空いてきた。あっちにパンあったよ。パン食べたいね。ご飯食べたくある。え、いいよ、ありがとう。ママハラはどうだろう。どういうこと？ママハラいるの別のとこ。そう、ママハラもいる。あ、ママハラいるの。え、でもほら、読めな読めな。いや、パンのことで頭いっぱいだった。あ、そうかそうか。美味しいパンがあっちにあるのに。う、ね、うん、いいよいいよ、食べよう食べよう食べよう。違う違う違う、よやばいやばい、もうダメだ、今日私も脳が回ってないわ。あかんあかん。読みます、はい。中学生くらいの時にテレビを見ていた時のことです。はい。ニュース番組でとある仕事が紹介されていました、うんうん、中学生の僕はその仕事をいいなと感じ、そこからその仕事にを進路として定めることにしました。いいね。で、そこから数年、うん、そんな番組のことを忘れていたのですが、うんうん、最近大学の研究室で教授と話していると、うん、書棚に見覚えのあるタイトルのビデオテープが、うんうん、中学生時代に見ていた特集のテープでした、うん、教授に頼んで見せてもらったのですが、その特集でインタビューを受けていたのがなんとその教授、大学も家からの距離とかで決めていたし、インタビューも教授の研究テーマではない内容だったのでめっちゃ驚きました、うんうんうん、今はその教授の下で研究を進めながら憧れていた仕事にも就くことができています。不思議なご縁もあるもんですね。すごい、ありがとうございます。どなただったっけ。カメちゃん。カメちゃん、すごいね、カメちゃん。そう、カメちゃん、カメちゃん優しいの。そうなの。うん、いつも。あ、でもこれはカメちゃんと私のえあれだから。あ、私は入っちゃいけない系なのね。うん、なん、え、うん、別にいいじゃん、大切にしないよ、その2つ、そう、ね、2人のね、秘密なんだから。いつもめちゃくちゃ丁寧なのね、メールをくださるの、うん、いや、いいじゃん、いいよ別に、だって。あれ、こっちは淡泊だった。優しい、あれ、あ、優しい、優しいね。そう、うんうん、なんかさ、あの直、え、もうごめんね、全然関係ないんだけどさ、うん、全然関係ないあれなのかもしれないけどさ、いいよいいよ、なんかそうそうそう、なんかあのその、うん、直メでさ、メールでこうやり取りさせてもらってさ、うんうん、そう、私たちはさ、うん、みんなに送ってはいるけど、でも、うん、一人一人に、うん、そう、送りたいっていう思いでさ、うん、送っていてさ、うん、で、それでみんなもこう、なんていうの、私に返してくださってみたいな、うんうんうん、その中でさ、なんかこう絆みたいなの生まれてくるやん、うんうんうん、なんか、うんうん、ね、分かる分かる、そうそうそう、だからなんかみんなの名前を見るとなんか、あ、わかるみたいな、なんかさ、なんかあるよね。ちょっとわかるはちょっとわかんなかったけど、わかんない、何がわかる、そう、なんかこう、うん、なんていうの、うん、なんかみんなからその返信もらったりとか、うん、みんなからのメールをもらうから、うん、なんかこう、
なんていうのかな、こう絆みたいなのがさ、どんどんこう深まってくるっていうか、なるほどね、そう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 、わかるわかる、毎回来てくれるからね、そうそうそうって笑いながら返してる私。そうなの、くだらない話に付き合ってくれるからさ。あーわかる、そうくだらない話もね、みんなそうめっちゃ返してくれるからめっちゃ楽しい、そうそうそう、ね、ありがとうみんな、ありがとう、くすって笑えるのいいよね。確かにくすっと笑えたりさ、こう本当にさ、こっちもさお休みだけ送ることとかもあるじゃん、その中でさ、こうなんていうの、なんかお休みだけ送ってくれるのもめちゃくちゃ嬉しい、私のチョコメがさよねのチョコメに似てきたんだって。購読してないんだけど私さよねの、どんな感じなの、え、どういうこと、どんな似てきたの、さよのメールは、マジでなんか一人一人に、なんか、なんていうのなんかめちゃくちゃ距離近く送ってるって感じ、距離近くっていうか、なんか、友達っていうか、恋人っていうか、家族っていうかみたいな、なんか恋人っていうかっつった、何言ってんだ、ダメですダメです皆さんの北原ではあるけど、皆さんの恋人ではありませんダメでーす、ダメでした、ダメでした、ダメです、残念でした、諦めてください絶対にダメです、いけません、そう、うん、はい、ねえ、そりゃそうですよ、ダメに決まってるじゃないですか、彼氏かそう、でもなんかそれくらい近くねみたいな、なんかわかんないけど、いや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 、ダメです、諦めない、絶対諦めろ、諦めそこに関してはね、諦めなさい、ダメです、ブブー、ここまでの距離に入れるのは私だけなんですごめんなさいでもね、えりちゃんはねそれくらいの距離をね、そう、はい、マジでだから何のセーフティーゾーンも設けてないって感じ、素晴らしい、優しいですね、そういう感じやばい、ひい北原に敵を作ってしまったなんでこいつって言われちゃった、なんで敵だ、敵じゃないよね、ライバルだな、敵じゃないね、ライバル、ライバル、田中さんはダメです、何言ってんですか、ダメでーす、ブブーダメ、ユキはダメだよね、ダメだよ、ユキはダメだよ、ダメでーす、ユキはダメ、絶対にあげない、あげない、絶対にあげない、ブブブブん、ということで、もう時間は時間なのでこの内容に一つも触れてないけど、とってもいや、でもご縁があるっていうことはすごく伝わってきた内容でございましたけれども、かみちゃん、そうね、いや、なんかさ、たまたま見てたものがとかが将来につながってるっていうのが結構縁のメールにはすごい多くて、私はびっくりしちゃった、確かに、やっぱり、ね、偶然っていうのが縁っていうキーワードだったりするんかな、ね、いやでもそうよね、そういうなんかちょっとずつの奇跡が重なって今があるんだろうなって思うと、これが北原もね、だってそういうことでしょ、たまたま YouTube で切り抜き見て、うわーいい女って言って見てるか、本当に見てるかもしれない、本当にそんな感じ、わかんないけど、いい女見てみようってなったから、わかんない、わかんないけど、そういう、ね、可能性もあった、そういう可能性もある、そのご縁もあったかもしれないってことだよね、そうそうそう、だから、まあこのご縁を大事に、みんなとのご縁を大事に、エリとのご縁を大事に、Dさんとのご縁を大事に、私も、はい、犬と猫のあれを書きます頑張ってください、ありがとうございます、はい、ということで今日名残惜しいですが締めさせていただきます、はい、はい、皆さん次はエルデンリングでお会いすることになると思います、ありがとうございました食べるねほら、またエルデの地でって言ってるよ、かっけー、ありがとう、言ってみたい、エルデの地、で、エルデの地、絵も来てくれるかもしれないしね、もしかしたらね、いや、私のあれだったからね、わかんないけど、はい、日にちはまた公式 X を見ていただく感じかな、
うん、そうだね、わかりました。これからアリさんと相談します。相談するそうです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ということで今日も皆さんありがとうございました。ありがとうございました。いい夢見てください。はい、ということでありがとうございました。バイバイ。おやすみ。おやすみ。皆さんありがとうございました。